はい、まず、今般バイデン大統領からの招待を受けて18日にキャンプデービッドで日米韓首脳会談を開催するべく本日から訪米いたします。そして今我が国を取り巻く安全保障環境一層厳しさを増す中にあってこのタイミングで日米韓首脳会談を行う、この日米韓のこの3カ国の首脳が一堂に会することは大変意義深いものであると思っています。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が揺るがされている中にあってかつてなく強固な米国および韓国との二国間関係を土台として3カ国の戦略的連携を強化する歴史的な機会になると考えています。そしてご質問にあった拉致問題については拉致問題は時間的制約のある人権問題です。バイデン大統領そしてユン大統領には今まで以上に強い理解と協力をいただきながら我が国として全ての拉致被害者の一日も早い帰国に向けて万全を期していきたいと考えています。そして今回日米韓の3カ国の首脳会合を行うのに合わせて日米首脳会談そして日韓首脳会談も行いバイデン大統領そしてユン大統領と胸襟を開いて話ができることこれを楽しみにしております。そしてその中でこのアルプス処理水のこの海洋放出についてですがこれについては従来から春から夏頃をこの見込んでいるという時期についてお示しをしていたところでありこの方針に従って今国内外で丁寧な説明を続けているところです。具体的な放出時期については安全性の確保ですとか風評被害対策の状況取り組みの状況を政府全体として確認をしそして判断をしていきたいと思っています。よって今現在この具体的な時期あるいはプロセス等について決まっているものではありません。以上です。